失礼します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。ありがとうございます。失礼いたします。はい、では本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず最初に自己紹介からお願いできますか。はい、承知いたしました。一橋大学社会学部3年生の大塚希穂と申します。私を一言で表すと食と言えます。この食を構成する要素は3つありまして、まず1つ目が飲食店でアルバイトをしていること、うん、そして2つ目が食品ロスの削減事業を行う貯金探査機で働いていること、うん、そして3つ目としてが大学のゼミで食生活史学食と環境ゼミという食の変遷を扱うゼミに所属しております。本当に私の大学生活は食で構成されています。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、いくつか伺っていければと思うんですけど、はい、まず最初に学生時代に一番頑張ったことを教えてもらえますか。はい、かしこまりました。私が学生時代一番頑張ったことは、先ほどもお伝えした食品ロスの事業を行う長期インターン先で営業を行ったことです。具体的なビジネスモデルといたしましては、農家さんだったり卸の方が賞味期限が近いだったり、あとは規格外だとかで市場に卸せない食材を EC サイトに出品して、でその EC サイトで販売して、でその手数料が私たちの利益になるというビジネスモデルで運営しております。で具体的に私が携わった領域といたしましては営業なんですけれども、これを行った経緯といたしましては、EC サイトとして商品数が少ないという課題がありました。でそこで他社と比較しても少なかったので、商品の拡充を図ろうと思って、自ら社員の方に商品数の拡充を行うために営業がしたいということで、自ら提案し実行いたしました。でその結果、もともとその新規の営業、こっちからアプローチをかける営業というのを行っていなかったんですけれども、私が行うことによって、1ヶ月の、売上の金額で表しますと、300万円ほどの売上を直接的に、貢献できたということで、こちらが学生時代頑張ったこととして申し上げさせていただきました。かしこまりました。ありがとうございます。その間もいつからいつぐらいまでやってたんですか。はい、今年の3月から現在も続けております。その300万円っていうのは累計300万円上がったみたいな感じなんですか。そうですね、1ヶ月で、その商品獲得した商品の、売り上げが300万円につながったということで、300万円と申し上げているんですけれども、その自分の営業活動が全てということではなくて、もちろん他 の、 メールマガジンなどの販促ツールなどもあるんですけれども、大元はやっぱり商品を獲得するところから売り上げを生み出すというのが始まるというふうに考えておりますので、300万円と申し上げました。かしこまりました。ちなみにその商品、今も開拓続けてるんですか。はい、今も続けております。その1商品に300万で、他のとかも結構売り上げとか上がったりするんですか。300万円というのが、その一番私が売り上げを出せた月 の、 売り上げでして、その新たな営業をかけて、で実際に契約に結びついて、でその出品者の方が販売した商品が、売れて300万円につながったという形です。かしこまりました。ありがとうございます。では他の部分も聞いていければなというふうに思うんですけれども、そうですね、弊社を志望する志望動機教えてください。はい、かしこまりました。私は御社の技術力を生かして、海外に、技術力を生かした商品展開を宣伝することによって日本のプレゼンスを高めたいというふうに考えております。でこれの背景といたしましては、自分の幼少期の海外経験を通じて日本の技術力が世界的に見ても圧倒的で、それは日本が誇るべきものだというふうに考えております。でそれを通じて、御社の、特許も多く取得されている技術力で、その世界の人々を豊かにして、かつ日本の
プレゼンスも高めていきたいというふうに考えているため御社を志望いたします。かしこまりました、ありがとうございます。そんな弊社でこうどういうふうに活躍できると思いますか？はい、私は、自分の強みが主体性だというふうに考えております。で、日本の、大手メーカーさんは結構どこも他の海外の競合などに圧倒されて縮小傾向にあるというふうに考えております。で、その中でもやっぱり技術力というのがこの業界の強みであるというふうに考えておりますので、その技術力を生かした新しい提案を、私の主体性を生かしてできるというふうに考えております。新しい提案を、技術力の強みを生かした新しい提案、そうですね、技術力を生かした新しい領域に挑戦するということですね。具体的に申し上げますと、大きいことで大きい領域でお話をさせていただきますと、例えばこれまで挑戦していなかった分野に挑戦するため の前進する姿勢を、私の主体性を生かして活用していきたいなという思いだったり、あと小さなことですと、日本の企業だと結構デジタル化が進んでいなくて効率化が進んでいないなどの問題もありますので、そのような私の主体性を生かしてその問題を明らかにして改善していくというような働きかけができるかなというふうに考えております。かしこまりました、ありがとうございます。それではですね、続いて入社した場合ですね、この部署がいいなとかっていう希望の部署はあったりしますか？はい、私は障害本部に入りたいなというふうに考えております。これの理由といたしましては、先ほどもご説明した通り、私はその技術力を世界にアピールしたいというような思いがあります。なので、一つの特定の商品にこだわるのではなくて、その全ての商品を扱っていて、かつその技術力を海外に直接的にアピールできるという意味で、私のやりたいことが実現できるのかなというふうに考えております。かしこまりました、ありがとうございます。それでは、仮にですね、その障害本部に配属されなかった場合、そういうケースもあるかなと思うんですけど、そういう場合だったらどう思いますか？はい、それも十分にあると思っていますし、それも喜んで受けるようという姿勢ではおります。この理由といたしましては、何事も仕事にはそのスキルが必要だというふうに考えております。その根底のスキルを、その自分の経験を積むことによって、将来的に障害だとかで活かせることもあるというふうに考えております。例えば御社の場合ですと、例えば一つの製品の部門などに配属されて、でその一つの部門に対する知識を蓄えることによって、今まで見てこなかったような新たな魅力が発見できるというふうに考えております。でそのこれまで対外的にアピールしてこなかったような技術力を自分が体感することによって、その将来的にその宣伝だとか PR に携わることになった時にも活かせてくるかなというふうに考えております。かしこまりました、ありがとうございます。その弊社の、仕事機の部分に戻っていこうかなと思うんですけれども、その技術力が、すごく特許を持っている技術力のところに興味関心を持っていただけていて、だから世界に対してそれが、アピールしていけるというか、プレゼンスを上げていけるから、そこで、営業としてやっていきたいみたいなところでしたっけ？そうですね、はい、あと営業はそうですね、その具体的に営業をやりたいというよりかは、会社自体の話にはなってしまうんですけれども、そのやっぱり技術力を生かして、その御社でしかできないような製品が作れるというふうに感じております。例えば御社ですと、例えば思い出にカメラなどですと、その思い出、人の思い出に寄り添うことができる、で思い出というのもやっぱり大事な場面とかが
多いというふうに感じておりますので、そのような人生の大事な岐路で、この商品を使う、その技術力を持つ商品を使うことによって、その豊かな人生創出につながるのではないかなというふうに考えております。うんうん。じゃあそこで商品をこういうニーズがあるんじゃないかなとかっていうところとか、その思い出をつく残せるために商品を作るみたいなところは、商品企画とか実際の開発部門とかが技術力をもとに作っていくっていうふうな時に、どういったことを業務としてやっていきたいんですか。それをデリバーすることをしたいんです。そうですね、業務としては技術者の方々が、まあ、その既存のノウハウなどを生かして完成した商品を対外的に発信していきたいなというふうに感じております。うんうんうん。あ、対外的に発信していきたいみたいなところでいくと、営業としてその商品を売ることではなくて PR とかがやりたいみたいなイメージなんですかね。そうです、そうです、はい、了解です、了解です。ちなみに、なぜ、営業ではなくて PR がしたいんですか。はい、営業ですと、やはりその特定の、担当の営業先というのを持つというふうに伺ったので、うんうん、そのような特定の層だ、特定の相手だけではなく幅広くアピール、その自社の製品の良さをアピールできるというのが、まあ、宣伝部門にしかない魅力かなというふうに感じております。例えばメーカーと学生の私ですと、営業担当者の方とは直接的に会う機会はないというふうに思うんですけれども、はい、例えば宣伝部門の方が発信するようなその記事だったりメディアの情報を通じて、私は御社の製品の魅力などを知ることができるので、なんか特定の相手ではなくてもっと幅広くいろいろな層に届けられるという点で、営業ではなく宣伝だったりその広報部門を魅力的に感じております。うん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 。そういう意味だと、幅広くっていうのは、より多くの人にアプローチした方がその日本のプレゼンスが上がっていくからみたいなところですかね。はい、でそれを、国内じゃなくて海外にやりたいみたいなところが強いんでしたっけ。はい、そうですね。やっぱりその日本にしかない良さっていうのが技術力の部分だなっていうふうに感じていて、でその、まあ、世界にその日本の良さ、まあ、良さイコール技術力をアピールしていきたいというふうに思っております。わかりました、ありがとうございます。結構ですね、弊社の配属みたいなところでいくと、その障害の部分の配属とかももちろんあるにはあるんですけど、やっぱりメインは営業としての配属が多くなりまして、でそこからキャリアを積んでいく先としても、その障害の方に行く人と営業としてキャリアを伸ばしていく人の場合だと、営業として積んでいく人の方が多かったりするのが実態だったりするんですね。みたいな時に、その営業として複数のプロダクトを担当するみたいなこととかはできる可能性は十分にあるんですけど、そういった場合は、イメージ、キャリアのイメージとずれたりはしませんか。どう思いますか。そうですね、結構自分の力量によるのかなというふうに考えております。選択肢の一つとして、まあ、営業を担当するとなった場合に、先ほど営業は特定の方だけに相手にして、で自社の製品を販売するというふうに申し上げたんですけれども、自分の力量によってはもう新規開拓ができたりもするというふうに思っております。その既存の特定の相手ではなく、そのこれまで扱ってこなかったような層にも、自分からアプローチをするということで良さを伝えられるのではないかなというふうに考えております。なので、でも今の現状ですと特定の相手だけにはなってしまうので、私が目指している幅広い世代にアピールするというふうには実現できないと思っているんですけれども、私が御社に入社して、で私が新規を開拓することによって実現できるのかなというふうにも考えております。かしこまりました。でですね、例えば弊社の営業だったらどういうふうになるかっていうと、その幅広くっていうのは、その年齢層とか、その男女とか問わずとか国籍問わずとかのイメージなのかなと思ったんですけど、はい、例えば弊社の営業でもその特定の商品をそのピンポイントのこの人にというよりかは、アプローチする先としては、その家電
を売ってるようなそういう家電量販店に対して営業かけて自社の商品を置いてもらう、その商品を置いてもらったらそのお店に来る人っていうのはその年齢層とか何時とか問わずいろんな方が来るので、そういう意味だとその営業の仕事でも多くの人の手に取るもらうための取り組みっていうことはできるかなというふうに思っていて、で宣伝 PR であれば消費者からはより遠いところで多く面を取りに行くというところでその広報活動していく、で営業になればなるほど消費者に近いところ一歩進んでその量販店さんとのやり取りをしていく中で自社の商品というより良い位置に置いてもらったりだとか多く置いてもらったりとかするみたいな取り組みをいろんな箇所でしていくっていうところで多くの人に届けていくっていう、届けていくという意味では役割の違いなのかなと思ったりするんですけど、なんかその認識とこうご自身の認識で違う部分とかがあるのかなと思ったんですけど、どうでしょうか。そうですね、近さという部分ではもちろん営業の方が確かにおっしゃるように消費者の方には近いのかなというふうには感じております。その御社の場合ですと海外、お聞きしたのがその海外の営業に関してはその自社で行っているのではなくてその別の会社が行っているというふうにお聞きしました。なので日本という点に関してはそのおっしゃるような営業の方の方が近いという意味では自社の製品の良さをアピールできるとは思うんですけれども、対外的なその国外に対しての自社の製品のアピールという点についてはその自分の携われる領域としての広報だったり宣伝という形がふさわしいのかなというふうには感じております。かしこまりました、ありがとうございます。それでは本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ岡本さん、結果発表の方よろしくお願いいたします。はい、結果発表ですが